3月9日火曜日にデジタル配信、3月10日水曜日にフィジカル発売される宇多田ヒカルの EP&LP ワンラストキスの表題曲ワンラストキスのメガボルトが3月9日火曜日0時より YouTube でプレミア公開されることが分かった。同メガボルトはエヴァンゲリオンシリーズを手掛ける庵野秀明監督が手掛けていることも判明。同曲は3月8日月曜日に公開となった映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソングだ。劇場では「ワンラストキス」に続き同作に収録されている「ビューティフルワールド」ダークアップバージョンが初公開され、早くも映画を見たファンから SNS 上で映画館の音響で聴く宇多田ヒカルは「めっちゃ良かった、新しいアレンジのビューティフルワールドもめちゃくちゃいい、エヴァめちゃくちゃ良かった、最高の月曜日のスタートが切れた」などの声が上がっている。ビューティフルワールドダークアップバージョンは庵野秀明総監督直々のオファーによるもの。シリーズ最長のエンディングロールとなり、ワンラストキス1曲では長さが足りないだろうと予測されていたことに加え、ビューティフルワールドを最後に足して新劇場版シリーズ及び新エヴァ全体のエンディング曲としたいという要望を宇多田ヒカルが快諾。新劇場版第1作のテーマソング「ビューティフルワールド」をゼロからリメイクしたニューバージョンを制作し、「ワンラストキス」との2曲メドレー形式として完成させた。なお、宇多田にとって自身の楽曲をセルフカバーしたのは初の試みとなっている。これで作品の収録楽曲全貌が解禁となり、メガボルトもどのような仕上がりになっているのか、今から大いに期待したい。EP、ワンラストキス。2021年3月10日、水曜日発売。デジタル、2021年3月9日火曜日、配信開始。